そんな庶民臭いものを作ったっていうの。貧乏くさ、寿司くらい買えよ。そう言って彼女は高笑いをした。これは母の好物なんですよ。だから一生懸命に作ったのに、私がそう説明しても罵倒するのをやめようとしなかった。本当に貧乏くさい一家ね。すると後ろから母がやってきて、笑顔で兄嫁にこう言った。どうやら今日で会うのは最後のようね。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。大学を卒業して入社した会社に勤めて8年になる。私は今まで仕事に必死に打ち込んでいて、恋愛をほとんどしてこなかった。気づけば30歳になっていて、周りの友人たちはどんどん結婚や出産という人生のイベントを進めていっている。私は仕事に打ち込んだことに後悔はないけれど、それでも焦りみたいなものは少しあった。私には2歳上の兄がいるのだが、兄もまた独身なので、子供たちが結婚していないことを親が心配していると思ったのだ。やっぱりさすがにどちらかは結婚していないとダメだよね。そんなことを思いながら、私は結婚相談所に初めて行ってみることに。スタッフの人からいろいろと案内や説明を受けて、とりあえず登録をした。それじゃあ今度婚活パーティーが行われますので、よかったらぜひ参加してください。わかりました。最初はわからないことだらけで戸惑ったが、スタッフの人が丁寧に説明をしてくれたので、とりあえずはシステムを理解した。そして2週間後、私は婚活パーティーに参加した。ものすごく緊張したが、それは周りの人たちも同じことだ。私は自分だけが緊張しているわけじゃないと言い聞かせながら、パーティーでいろんな人とお話をした。意外と気さくな人が多くて、ガチガチの婚活というよりかは普通のパーティーのような雰囲気だった。いろんな職業の人がいて、普段聞けないような話が聞けて、むしろ楽しかった。そんな中、ひときわ目立つ声を出す女性がいた。そうなの、私ったら本当にモテちゃって、放っておかない人が多いんですよ。よく通る高い声だなと思いながら、その女性の方を見る。彼女はとても綺麗な人で、だからか男性陣が多く彼女の周りに群がっていた。ずっと笑顔で話しているし、確かにモテそうな人だなと思った。でもモテる人がこんなところにどうして来てるんだろうか。そんなことを考えたが、私は今は女性のことじゃなくて出会いの機会を増やすことを考えなければと思った。とりあえず何人かの男性と連絡先を交換して、メッセージなどでやり取りをすることになった。この中で将来結婚につながる人がいればいいのだが。そんな中、ある日私は実家に呼び出された。一体どうしたの？おう、のぞみ、久しぶりだな。あれ、お兄ちゃんも呼ばれたの？いやいや、俺が呼んだんだよ。え、お兄ちゃんが。兄の正人とは久しぶりに会った。どうやら家族の集まりは兄が企画したものらしい。何か話があるの？察しがいいな。まあ早く席つけよ。うん。私は母と横並びに座って兄の言葉を待った。実は俺、結婚することになったんだ。え、結婚？私と母は突然の結婚の報告に驚いてしまった。お付き合いしている人がいたんだね。うん、1年くらい付き合っててようやく結婚に至ったんだ。お兄ちゃんがプロポーズしたの？ああ、もちろんだよ。やるね。あのお兄ちゃんが勇気出したんだね。なんだよその言い方。だって基本的に臆病じゃん。まあ優しいとも言えるけど。ディスってるんだか褒めてるんだかわからないな。もちろん褒め言葉だよ。いやでもおめでとう。
マサトがついに結婚か。お母さんとっても嬉しいわ。お父さんも天国で喜んでると思うわ。そうかな。父さんが亡くなる前に報告できなくて申し訳なかったけど、父は2年前に急病で亡くなった。私も兄も父に結婚した姿を見せられなくてかなり落ち込んだものだ。だがこうして兄がついに結婚することになって本当に嬉しい。今度婚約者を連れて挨拶に来るから。わかったわ、待ってるね。あ、じゃあ私も会いたいから日にち決まったら教えて。それから2週間後に兄が婚約者を連れて実家に来ることになった。それに合わせて私も休みを取り、当日実家で母と2人を待った。インターホンが鳴り、私たちが玄関を開けに行く。はじめまして、ゆかと言います。まあとっても綺麗な人ね。どうぞ上がってちょうだい。ゆかさんは本当に綺麗な人だった。だが私はどこかでこの人を見たことがあったような気がした。一体どこだったっけか。いくら考えても思い出せないので、多分テレビに出てる芸能人とかと似てるだけなのを会ったことがあると勘違いしたのだと思う。それから私と母は2人に質問攻めをした。2人はどこで出会ったの？合コンだよ。どちらからアプローチをしたんですか？それは私ですね。え、そうなんですか？兄の一体どこが良かったんですか？おい、失礼だぞ。まあ、やっぱり一番は優しいところですかね。私にとても尽くしてくれるし、仕事も一生懸命ですし。おお。いやいや、なんだよその反応。ちゃんとお兄ちゃんのこと見てくれてるんだなって思って。まあそうだな。ゆかはいつも俺のために一生懸命家事をしてくれるしな。え、今もう一緒に住んでるの？ああ、同棲は半年ほど前から始めてるよ。そうだったんだ。それじゃあお互いの生活の仕方とか分かってて安心だね。ゆかさん、マサトのことこれからもよろしくお願いします。結婚の報告は終始穏やかな雰囲気で進み、私も母も兄がいい人に出会えたと思って嬉しかった。だが後日、私はゆかさんからこんなメッセージが届いた。私が結婚するのはマサトさんであって、あなたに対しては特に仲良くしようとかいうつもりはないからね。勘違いしないでね。え、私はメッセージを見てびっくりしてしまった。一体どういうつもりなのだろうか。私はすぐに返事をした。私が何か失礼だったり、ゆかさんを怒らせるようなことを言ったのでしょうか。どうしてそのような態度をいきなり取られたのか心当たりがないのですが。するとゆかさんからはこんな返事が返ってきた。別に何も、強いて言えばダサいことかな。貧乏臭い雰囲気だし、大学も三流大学出身だし、働いている会社も大きくない。顔だって地味だし、マジでいいところ一つもないじゃん。いくら義妹だとしても、そんな人と家族だなんて思われたくないのよね。私はメッセージを見て絶句した。これが彼女の本性なのだろう。こんなことを平気で言ってくる人と私はうまくやっていけるのだろうか。そんな風に不安に思った。私は母と兄に相談するべきか悩んだ。するとそれを察したかのように彼女からこんなメッセージが届いた。もしマサトさんにチクったら婚約破棄をするからね。そして彼の会社に彼が浮気をしてたって言って出世できなくしてやるわ。私はそのメッセージを見て思わずスマホを落としそうになった。そんな、ひどすぎるわ。彼女は兄を人質にしたのだ。そしてそれをいいことに私に対して平気でひどい態度を取るようになった。あんたと私は格が違うんだからね。今後家族で顔を合わせた時は
私をイラつかせることはしないでちょうだい。一体何が彼女をイラつかせるというのだろうか。私はとても憂鬱な気分になった。それから少し経って両家の顔合わせの食事会が開かれた。ゆかさんは私に送ってきたメッセージなどなかったかのように、兄と母の前では親しげに私に対して話しかけてきた。だが不意にホテルのレストランのトイレでばったり会い、二人だけになると彼女はニヤニヤしながら私を罵倒してきた。あんた、それが精一杯のおしゃれなの？本当にみすぼらしいわ。やっぱり地味な人って何を着ても似合わないのね。結婚式の時はもっとマシなものを着てきてよね。ああ、でもあなたのことは絶対に誰にも紹介しないから私に近づいてこないでね。そう言って高笑いをしながら去っていくゆかさん。言い返したい気持ちもあったが、そうすると兄が困ることになってしまう。私はただただ拳を握りしめて悔しがることしかできなかった。その後、兄の結婚式が行われた。私は目立たないように自分の席でおとなしくしながら兄とゆかさんの結婚を祝福した。兄の幸せそうな顔を見て、この笑顔を私が壊すわけにはいかないなと思った。まあ結婚してしまえばあとはほとんど関わることはないだろう。私はそう思ったのだが甘かった。なんと彼女は結婚後、私に頻繁に連絡を取ってくるようになったのだ。今何してるの？まだ会社で残業中ですが。仕事しかすることがないのね。本当につまらない女。あの、何の用でしょうか？別に用はないわよ。ただあんたをいじろうと思って。そういうことなら電話を切ってもいいですか？まだこちらは仕事中なので。はあ、あんたね、義妹の分際で勝手なことするんじゃないよ。それに分かってる？あんたが生意気な態度を取ったら、私はマサトさんに不倫されたことにして別れるわよ。新婚なのに不倫して離婚だなんて会社に知られたらどうなるかしらね。そんな。ゆかさんはまたしても私のことをそうやって脅してきた。本当にいい加減にしてほしい。だが兄のことを人質に取られると下手に動けない。私はこのまま彼女から奴隷のような扱いを受け続けることになるのだろうか。私はどんどん憂鬱な気持ちになった。そんな中、兄からいきなり電話がかかってきた。もしもし、お兄ちゃんどうしたの？今度の母さんの誕生日なんだけどさ、母さん今年還暦だろ？うん、そうだね。今年はどうしようか考えようって思って電話したんだ。そうね、やっぱり旅行とかかな。それは俺も考えたんだけどさ、母さんってあまり旅行好きじゃないじゃん。確かにそうかも。家でゆっくりする方が性に合っているって言ってたことあったわ。だから今年は実家で宴会をしようと思ってさ。いいね。私、お母さんの好物を作ろうかな。お、いいアイデアじゃん。母さん絶対に喜ぶよ。兄との還暦祝いについての話がまとまり、私は早速プレゼントを買いに行った。それから3週間後の土曜日に母の還暦祝いのために私は実家へ。私が食事の準備をするので、兄夫婦には母を外に連れ出してもらった。母はゆかさんに連れられて高級エステを初体験したらしい。初めて行ったけどものすごく気持ちがいいわね。私の行きつけのお店なんですよ。お母さん、またぜひ一緒に行きましょうね。ゆかさんは母とはうまくやっているようだ。どうして私ばかりあんなひどい態度を取られなければならないのだろうか。私は少し悲しくなりながらも宴会の準備を進めた。そしてお酒などを食卓に置き、その後母の好物を温めて皿に盛っていた。すると台所にゆかさんがやってきて、私が作ったものを見てこう言ったのだ。
ちょっと待ってよ。もしかしてそれ、生姜焼き？はい、そうですが。はあ、そんな庶民臭いものを作ったっていうの？貧乏くさ、寿司くらい買えよ。そう言って彼女は高笑いをした。だが私は慌てて説明をした。これは母の好物なんですよ。兄とも事前に母の好物を食べさせようって話してたんです。だから一生懸命に作ったのに、私がそう説明しても罵倒するのをやめようとしなかった。本当に貧乏くさい一家ね。普通さ、還暦のお祝いって言ったら旅行とか高級レストランとかじゃん。それなのに実家で生姜焼きってありえないわ。恥ずかしすぎて笑い話にもできないんだけど。そんな、私は兄嫁にバカにされて悔しかった。だが兄のことがちらついて言い返すことができない。すると後ろから母がやってきて、笑顔で兄嫁にこう言った。どうやら今日で会うのは最後のようね。え、兄嫁はびっくりしながら振り返った。お母さん、ゆかさん、あなたのぞみに対してひどい態度をとってるのね。いや、その、これは誤解です。私はお母さんにもっと豪勢なお祝いをしたかったんですよ。だけど正直言ってはなんですが、こんな日常に出てくるようなものを用意してなんだか違うなって思って。そうかい、私のためを思っての発言だったんだね。そうです、もちろんですよ。母は私に視線を移した。のぞみ、本当かい？あなたは今までも彼女からさっきみたいな態度を取られてたんじゃないの？え？ゆかさんがその場にいるとき、決まってあなたは浮かない顔をしていたからね。だから何かあるんじゃないかって思ってたんだ。お母さん、母が気づいてくれて嬉しかった。私は涙を流しながら今まで兄嫁からされてきたことをすべて話した。ちょっと私そんなことしてないじゃない。でたらめ言わないでよね。兄嫁はそう言ってごまかそうとした。だが母は私の発言を信じてくれた。ゆかさん、のぞみが貧乏くさいというのなら私もまさとも同じことでしょう。それとも私たちのこともそうやってバカにしてるのかしら。母が静かに彼女に詰め寄る。ゆかさんは少したじろいでいたが、やがて開き直った。当たり前じゃないですか。私は大企業に勤めていて、つい最近昇進したから雅人さんと結婚したんですよ。だからあの人以外はどうでもいいんです。まあ姑とは仲良くしてた方が面倒事は起きないだろうから、あえて仲良くしてたんですが、義妹に関しては何にも影響がないですからね。彼女はついに本性を表した。すると私たちがいつまでも戻ってこないので心配した兄が台所にやってきた。一体どうしたの？何か揉め事？あ、雅人さん、私なんか勘違いされてのぞみちゃんにキレられたの。そしたらお母さんも彼女に乗っかって二人して私を責めてきて。兄嫁はそう言って泣き始めた。とっさにそんな演技ができるなんてすごいな。兄はびっくりしながら目をパチパチとさせていた。それは本当なの？そう言って私たちに聞いてくる兄。だが母は首を横に振った。いいえ、彼女は嘘をついているわ。彼女がのぞみに嫌がらせをしていたの。なんだって？ゆか、どういうことだ？兄は私たちの味方だった。すると兄嫁は今度は兄のことも責め始めた。ひどい。嫁である私の言うことは何にも信じてくれないのね。実家に帰って義実家の人たちに嫌がらせを受けたって親に報告するわ。そう言ってこの家を出ようとした兄嫁。するとそのタイミングでインターホンが鳴った。私は慌てて玄関を開けた。ごめんのぞみ、
遅くなった。ううん、まだ始まってないから。あれ、何か揉め事？ちょっとね。私が話している人物は私の彼氏のアキラだ。実は結婚を前提にお付き合いしていることを母に報告しようとしていたのだ。だがこんなタイミングだったので、彼が来た時はちょうど兄嫁が帰ろうとして、それを私たちが止めようとしている時だったのだ。するとアキラは兄嫁を見て、あれ？と言った。もしかして結婚相談所に通ってて有名なゆかさん？彼の発言にみんなが目を見開く。兄嫁はぎょっとして顔を青くした。何のことかしら。明らかに動揺している兄嫁。すると明は細かく説明した。俺の友人が何度か結婚相談所での婚活パーティーでいつもゆかさんを見かけるって言ってたんですよ。俺も初めて参加した時に友人にあなたのことを教えてもらってて、顔だけは知ってたんです。でもどうしてここに？彼の発言で私はようやく兄嫁と前に会ったことがある人と一致した。あの時目立っていた女性こそが兄嫁だったのだ。それって私も参加してアキラと出会った時のことよね。まだ 2,3 ヶ月前のことだったかしら。え、 2,3 ヶ月前？兄が私たちの発言に食いついた。ちょっと待てよ、ゆか。俺たち付き合って1年以上経ってたじゃないか。それなのに結婚相談所に通ってたのか？あ、いや、それは。お兄さん、噂ではゆかさんは参加者の男性によく手を出しては結婚せずにまた婚活パーティーに参加していると言われてて、おそらくこの前の時も。そこまでアキラが言ったところで兄がそれを制した。もう十分です、ゆか。今度詳しく話をしよう。お前のご両親も交えてな。とにかく今日は帰ってくれ。もう顔も見たくない。そんな。兄はそう言って兄嫁を追い出した。それから私たちは気を取り直して母の還暦祝いをすることに。私がアキラを改めて紹介すると母も兄も喜んでいた。そして母の好物の生姜焼きをみんなで食べて、兄が買ってきたケーキを食べてお祝いをした。その後兄は兄嫁と離婚をした。私は兄嫁から送られてきた脅しのメッセージをスクショして兄に送っていた。脅しの証拠が残っていたことで兄嫁の両親も兄嫁が全面的に悪いと判断し、兄の味方になってくれた。そしてご両親が問い詰めたところ、兄嫁は結婚相談所で男を食い漁っていたことを認め、さらに結婚中はマッチングアプリで知り合った男性と不倫をしていたことが発覚した。結果的に兄嫁は不倫相手と一緒に兄に慰謝料を支払うことになった。専業主婦だった彼女はご両親に立て替えてもらった後、フルタイムでバイトをしてご両親に返済をしているそうだ。借金の返済のために毎日忙しく働いているから男と遊ぶ暇もないらしい。本当にいい君だ。兄はその後実家に戻って母と一緒に暮らすことにしたそうだ。今回のことはショックだったが、母は兄と一緒にまた生活ができることを嬉しく思っているようだ。そして私はアキラと無事結婚し、現在はとても幸せな日々を過ごしている。これからも家族仲良くしながら、私は仕事に家庭に充実させていきたいと思う。あれ、のぞみじゃないか。そう声をかけてきた元夫。早くここから立ち去りたいなと思っていると、元夫はこんなことを言ってきた。お前さ、借金1億もあるんだって。マジで人生積んでんな。そう言って私を罵倒してくる元夫。隣にいる不倫相手も一緒になって笑っている。私は勘違いしている元夫にこう言ってやった。
それ、私の年収と間違えてない？私の名前はのぞみ、33歳の経営者だ。起業をしてから毎日忙しく働いていて、辛労も絶えない日々だが、それでもやりがいもあって充実している。会社を起こすことは自ら望んだことだし、すべてが自己責任で自分次第だからこそ、人生をかけて望むことができる。そしてそんな私の精神的な支えとなっているのが、夫の正人だ。夫との出会いは大学生の時だった。私はこう見えて、軽音サークルでドラムを叩いていた。私はメタル音楽が好きで、よくツインペダルを使って激しく演奏をしていた。大学時代は本当にバンド一筋ってくらいに、音楽に熱中していたと思う。マサトは私が大学4年生の時に、新入生として入学してきた。1年生なのにベースがとても上手で、上級生にも劣らないほどのレベルだった。そのため私たち上級生と一緒にバンドを組んで、ライブに出ることが多く、私はドラムだったから、余計にベースである彼とコミュニケーションを取ることが多かった。マサトは私よりも3歳下なのにもかかわらず、大人びていて、精神的に落ち着いている印象だった。ただその頃は別に恋愛感情は一切なくて、可愛い後輩というか、弟のような感じで接していたと思う。それから私とマサトが再会するまでに、数年の月日が流れた。私たちが再会したのは、大学のサークルの OB 会のようなものが開かれた時のことだ。そこで私はマサトと久しぶりに会った。彼は当時ももちろん大人びていたのだが、社会人になってからもそれは変わらず、むしろ垢抜けたのか、さらにかっこよくなっていた。のぞみ先輩、お久しぶりです。マサト君、久しぶりね。どう？元気にしてた？もちろんですよ。のぞみ先輩はどうですか？ドラムはまだ叩いてるんですか？いや、私は仕事が忙しくて、なかなか音楽をやる時間はないわ。そうなんですね。先輩とまた一緒にスタジオに入りたいなって思ってたんですけどね。そっか、ごめんね。でも食事とかなら全然行くよ。本当ですか？じゃあ食事に誘いますね。彼はそう言ってから本当に食事に誘ってくれるようになった。のぞみ先輩とこうして二人きりでいられるの嬉しいです。またまたそうやってからかうんじゃないの？からかってなんかいないですよ。本気で思ってますし、じゃないと二人きりの食事に誘ったりしないですよ。そっか。かっこよくなった彼がそう言ってきたので、私はドキッとしてしまった。そしてそれから定期的に二人で会うようになり、私たちは彼に告白をされて付き合うことに。その後、私たちはすぐに同棲を始めた。あ、のぞみお帰り。ただいま。ご飯できてるよ。今日は肉じゃがを作ったよ。え、やった。マサトはとても料理が上手で、私が仕事から帰ってくるといつも晩ご飯を作って待ってくれていた。私は当時大企業で毎日残業の日々を過ごしていた。だからマサトはそんな私のことを気遣って同棲を始めてくれたのだ。マサトのおかげで私は家のことを気にせずに仕事に打ち込むことができるようになった。そして帰ったら栄養たっぷりの晩ご飯がすでに用意されている状況は本当にありがたかった。私が仕事が大変な時期を乗り越えることができたのも、マサトのサポートがあったからだと思う。私はすっかり彼のことを信用しきっていた。だから彼からプロポーズをされた時も、すぐに承諾した。のぞみ、俺と結婚してください。俺が毎日のぞみのために料理を作るから。ありがとう、よろしくお願いします。今思えばなんだかおかしいプロポーズだが、当時の私はそれがいいと思っていた。
そして私とマサトは結婚することになった。大学のサークルで一緒だった人たちはものすごく祝福してくれた。やっぱりドラムとベースはリズム隊で夫婦みたいだからお似合いだねなんて、軽音サークル出身らしい祝福の言葉なんかももらった。私とマサトはお互いの両親への挨拶と両家の顔合わせを終え、無事に結婚式を挙げた。それから新婚生活をスタートさせたのだが、同棲生活をしていたから基本的に今までと変わらない日々を送っていた。それでも新婚という響きは新鮮で、私はお嫁さんなんだもんなとふと思っては、一人でに照れるというのをよく繰り返している。そして夫と結婚してから2年が経った頃、私は今まで働いていた会社を辞めて起業をすることに。辞めた。うん、自分がどこまでやれるのか試してみたくてね。そんな。のぞみの方が俺より稼ぎが多かったのに、これからどうするの？大丈夫よ。貯金はだいぶ溜まってるし、それに私は企業の準備は今まで少しずつしてきてたから、ゼロから始めるわけじゃないわ。私がそう言っても、夫は少し不安そうにしていた。これは結果を残して納得させるしかないな。そう思い、私は起業してからがむしゃらになって働いた。そのおかげか、前もって準備をしていたのが良かったからか、すぐに利益を上げることができた。もちろん、まだまだ昔のような高い給料が手に入っているわけではない。私が就職していたのはもともと大手企業だったから、会社員でも給料は高かった。まずはその時くらいの稼ぎを得ないと。そう思って私は経営者として一生懸命に働いた。夫には本当に感謝している。夫が家事をしてくれていなかったら、私はここまで仕事だけに集中することはできなかっただろう。だが夫との夫婦生活は私の知らないところで少しずつ壊れていっていたようだ。最初に違和感を感じたのは、ある日私が出勤をしてからすぐに忘れ物に気づいて家に帰った時のこと。夫は私よりも少しだけ遅い時間にいつも出社していた。とは言っても9時半からだから、普通の会社員とはあまり変わらない時間だ。だが私が10時頃に忘れ物を取りに家に帰ると、夫は普通にソファーでくつろいでいたのだ。のぞみ、どうして家に帰ってきたの？夫はものすごく慌てていた。忘れ物をしちゃったの。あなたは今日は会社は？実はちょっとだけ体調が悪くて。大丈夫なの？うん、大事を取って会社は休んだから大丈夫。そっか。でも休んだなら私に一言連絡をくれてもよかったのに。ああ、ごめん。心配かけたくなくてさ。私、会社に戻っても大丈夫。あれだったら少し家に残って看病するけど。いや、大丈夫だから。気にせず会社に戻りなよ。わかった。でも何かあったらすぐに連絡してね。うん、ありがとう。この時、私はなんとなくだが違和感を感じた。夫は本当に体調が悪いのだろうか。それにあの慌てよう、なんだか怪しい。それからというもの、私は夫の行動を注意深く観察するようになった。よくよく観察すると、夫には怪しい点がいくつもあった。やたらとスマホを気にしていたり、誰かとやりとりをしているのか、開くたびにニヤニヤしていた。まさか浮気？最近、夫はやたらと新しい服を買っている。そしてこれは別に強制しているわけではないから構わないのだが、夫は今までは率先して晩ご飯を作ってくれていたのだが、最近はあまり作らなくなった。仕事が忙しいのかわからないが、買ってきたもので済ますことが多くなったのだ。また飲み会が増えたようで、
週末は必ずと言っていいほどに飲み歩いている。夫婦として過ごす時間も明らかに減っていて、私は夫のことがますます怪しいと思い始めていた。そんなこともあり、私は興信所に頼んで夫のことを調査してもらうことに。その間、私は仕事に関しても大きな変化があった。だがそのことがきっかけで、私は夫と離婚をすることになる。おい、会社が倒産したって本当か？え、倒産？しらばっくれても無駄だぞ。お前が社長じゃなくなるって聞いたんだからな。ああ、そのことね。それは倒産とは違うわよ。何が違うんだよ。社長じゃなくなったってことは、お前の会社は終わったってことだろ。いや、だから私がちゃんと説明をしようとしても夫は聞く耳を持たなかった。そしてあろうことか、私に離婚届を突きつけてきたのだ。え、離婚？私が驚いていると夫はニヤッと笑った。ショックを受けたか。だけどお前が経営に失敗したのがいけないんだからな。俺まで多額の借金を背負う前にお前とは別れてやるよ。そう言って高笑いをする夫。最低だ。夫婦ならそういう時こそ協力し合うべきだろうに。いや、それができないから離婚になっているのか。だがこっちだって言われっぱなしで終わるわけにはいかない。あなた、離婚をしたいのは不倫相手と一緒になりたいからでしょ。え、何言ってんだよ。不倫？は？私は動揺する夫に興信所から届いた不倫の証拠写真を突きつけた。あなた、会社の後輩と不倫してたみたいね。な？証拠がある以上言い逃れはできないからね。ぐ。夫は悔しそうにしていたが、すぐに開き直った。ああ、そうだよ。俺はお前と別れてあいつと一緒になるんだ。借金まみれになるお前よりも、綺麗で若い女と一緒の方が幸せになれるだろう。お前は俺に捨てられるんだよ。そう、でも慰謝料はもらうからね。は？なんでだよ。あんた、何言ってんの？不倫してたんだから、あんたと不倫相手は慰謝料を支払わなければならないに決まってるでしょ。そんな、俺は支払わないぞ。だってそうなったら、あいつの分も支払わなきゃいけなくなるだろう。そんな大金は俺にはないからな。すべて自分のわがままを押し通そうとする夫。この時私はあることを思いついた。じゃあ、あなたの慰謝料はもらわないから、財産分与をなしにするのはどう？私がそう提案すると、夫は案の定乗っかってきた。慰謝料を支払わないで済むならそれでいいぞ。しかも財産分与なしってことは、俺が働いて貯めた貯金をお前に支払わなくていいんだろ。借金だらけなのに大丈夫かよ。気にしなくていいわよ。じゃあ財産分与なしで、あんたからもらう慰謝料はなし、不倫相手からの慰謝料はもらうってことでいい？仕方ないな。それでいいぜ。じゃあ荷物をまとめたらさっさと出て行けよ。私は笑いをこらえるのに必死だった。勘違いをしたままの夫は本当に滑稽だった。だが私の話に聞く耳を持たない彼が悪いのだ。私は財産分与なしになったことに歓喜しながら荷物をまとめて出て行った。それから私は夫と離婚をし、不倫相手に慰謝料を請求した。不倫相手は文句を言っていたが、夫が代わりに支払うと言ったので、とりあえずは納得したようだ。こいつはとんでもない額の借金まみれ女になるからよ。慰謝料程度じゃ生活が楽にはならないんだよ。夫がそう言うと、不倫相手は私のことをバカにしたような目で見て笑った。まあ、この女が底辺に落ちるならいいわ。こいつも夫と同じく最低な性格をしているな。まあもう私にとってはどうでもいいことだが、私はむしろ夫と縁を切ることができてよかったと思う。
無事に離婚が成立し、私は夫と赤の他人になることができたのだ。その後は一人で生活をしながら仕事に関するいろいろなことを頑張った。気づけば2年の月日が流れていた。本当に夢中になると私はそればかりになってしまうな。思えばサークルでドラムをやっていた時もそうだ。一つのことに全神経を注いで集中するタイプだから、一日のほとんどをそれに費やしてしまう。だがそれが成功への道だということも分かっていた。だからその癖は私の長所として、絶対に直さないようにしていた。そのおかげで私は随分と豊かな生活を送れていた。そんな中、私は休みの日に街中を歩いている時に、元夫と遭遇してしまった。あれ？のぞみじゃないか。そう声をかけてきた元夫。隣にはあの不倫相手の女がいた。どうやら再婚してまだ続いているようだ。不倫相手と元夫はニヤニヤしながら私を見ている。早くここから立ち去りたいなと思っていると、元夫はこんなことを言ってきた。お前さ、借金1億もあるんだって。え？会社の倒産ってそんなに損失が出るんだな。2年経ってもそんなに借金あるってやばいな。マジで人生積んでんな。そう言って私を罵倒してくる元夫。隣にいる不倫相手も一緒になって笑っている。さすがにこのまま笑われたまま別れるのは腹が立つ。もう離婚して2年も経つし、財産分与もなしで私に損がない状態だから、本当のことを教えてやるか。私は勘違いしている元夫にこう言ってやった。それ私の年収と間違えてない？え？あなたずっと勘違いしてるけど、私の会社は倒産したんじゃなくて、大手企業が買いたいって言ったから売ったの。その時に10億くらいで売れてね。私はそのお金で不動産投資を始めたの。他にも新しい事業を最近始めてて、まだそっちでは利益はそこまで出ていないけど、不動産投資だけでも年収1億は超えてるのよ。そんな。俺は借金だって聞いたぞ。どうせ大学のサークル時代の人たちが私のことについて話している時に、伝言ゲームのように間違ってあなたの耳に違う情報が入ったんでしょ。マジかよ。元夫は絶句していて、不倫相手も黙り込んで固まっていた。ああ、でもあなたについては正しい情報をもらってるわ。あなたの会社、不景気による経営難で大幅な人員削減を行ったんですってね。それであなたクビになったって聞いたわよ。え？私の発言に不倫相手が目を見開いて元夫を見ていた。どういうこと？元夫は顔を青くして動揺している。え、いや、おい、のぞみ、適当な嘘を言うんじゃねえよ。俺はクビになんてなってねえよ。今だって毎日抗議してるんだ。抗議ってやっぱりクビになってるじゃない。うるせえ。子供がいない家庭だから、転職して奥さんにも働いてもらえばいいだろうって言われちゃったんだよ。はあ？私専業主婦になりたくて結婚したんだよ。今さら働くなんて無理なんだけど。だから毎日講義に行ってるって言ってるだろ。そんなことしてる暇あるなら、今までと同じ給料の仕事を探してきてよ。そんなことをしつこくするような男だから、真っ先にリストラされるのよ。なんだと。誰のおかげで飯が食えていると思ってんだよ。元夫と不倫相手は人目をはばからずに喧嘩をしだしたので、私はそっとその場から去った。あの様子だと2人の夫婦関係も終わるだろう。ちなみにその後、大学のサークル時代の後輩から聞いた話によると、元夫は再婚相手から逃げられて、現在は×2の無職状態だそうだ。マジで人生積んだなと笑ってきた元夫がブーメランを食らってて、ちょっと笑ってしまった。
私はすでに元夫のことなど忘れて幸せな人生を送っていたので、このまま平和な日常を過ごしていこうと思う。まあ元夫を反面教師にして、人への思いやりは忘れないこと、傲慢にならないことは心がけようと思う。